阪急線0系電車は、京阪神急行電鉄が1954年に導入した電車。阪急発の高性能電車として開発された。単に線型と呼ばれるほか、系列扱いで線0系と呼ばれることもある。輸送需要の急増を背景に高性能電車の開発が進められていた1950年代。 阪急でも1952年に610系620.630系、翌1953年に700系751でカルダン駆動方式の実用試験が行われた。高性能車と呼ばれる最初の車両は、栄岩地下鉄の300型で、他社でも同様の高性能車が多数登場することとなった。でもカルダン駆動の実用試験の結果を踏まえ、 1954年11月に半球発の高性能車として1000系の4両が製造された。編成は1000から1001プラス1002から1003の4両で、奇数車と偶数車でユニットを組む2両固定編成となった。偶数車には電動発電機とパンタグラフ、奇数車には空気圧縮機を搭載し、偶数車が MG 車、奇数車が CP 車と呼ばれた。 この製造により半球の戦後の新造車両が100両に達し、1 0 2が戦後新造の100両目となった。当時の高性能車は、超角構造の軽量車体で高加減速の全電動車とする方式が主流であり、1000型もそれに準じた設計となっていた。1000系の実績を踏まえて、神戸専用の1010系と宝塚専用の1100系、 京都線用の1300系が量産された。外観は810系に準じたに、扉ロングシート車であるが、車体は軽量化のため順調角構造を採用、全体に丸みを帯びた形状となっている。窓周りが一段張り出しているが、窓構造は810系の配置、寸法を踏襲しており、戸袋窓以外の側窓は、半球伝灯の一段加工窓である。 つまめんとつま扉のガラスは H ゴムシ字となった。連結面も広幅貫通路を踏襲した。屋根上通風機は在来車と同じ箱型の押し込め式通風機を2列に並べているが、パンタグラフは連結面側に設けられた。710系、810系と比較して大幅な内外装の一新がなく、後年の2000系登場時ほどの強烈な印象を、 与える車両にはならなかった。塗装は、窓周りを白く塗り分けることも検討されていたが、当時の和田薫社長からのクレームにより、廃案となった。主電動機は、定格出力7 5ットの東芝 SE-515B を4機搭載。主制御機は、東芝製 MPEK、超多段電動化無軸式抵抗制御機のポリエチレン -10B を各社に搭載。 歯車比は4.95となった。駆動方式は620.630型での試験成績から WN ドライブが採用された。電気機器は 920K 以来の直流 600V1500V の双方に対応可能な設計とされた。パンタグラフと電動発電機は空数車に空気圧縮機は奇数車に搭載した。線型は全電動車方式であり、 主制御機は各社に搭載されているが、単独走行はできない。主抵抗機はダクトに収め、抵抗機の排熱を車内に送風する予熱暖房装置を採用しており、暖房使用機関外は強制通風装置として使用される。台車は軸羽レシキの住友金属工業 FS-303 型が4両分用意されたが、別に、 日本初のアルストムリンク式軸箱支持機構を採用した FS-305 が1002で使用された。FS-305 は後に810系872に換装され、1002は FS-303 となった。アルストムリンク式台車は軸バネのない構造の有利さから、半球では量産車の1十1 0系、1100系から2000.2300系まで、 継続採用された。ブレーキは発電制度併用の AMCD 自動空気ブレーキを採用した。1954年に二両ユニット2本の4両が何は号機で製造された。神戸線の1500ボルト昇圧に伴い、線型は1968年9月に昇圧改造が実施された。主電動機と主制御機はそのままに二両の電動車を直列に接続した。 押し取り方式とし発電ブレーキと余熱暖房は廃止、指定後期も強制通風から自然通風に変更された。ブレーキは HSC 電磁直通ブレーキとなり、中間乗務員室の主要機器類を撤去して4両固定編成となった。線形の制御機は試作要素が強く、た形式との並結も不可能であった。また、 ATS や列車無線の装備時には、当時中間に入っていた1001と1 0 0には装備されず、実質的に中間車となった。1971年に、電装解除、運転台撤去、台車交換及び三扉化を実施されて付随車化の上で110系に組み込み、1010100010011011。10 と1012100310021013の編成で運用されることになった。1010 10系と床面高さを揃えるため、台車は京都線の1600系1650型より年出、年室の FS-311 へ、全車交換、旧台車は810系の864から867に転用されている。新造当初より4両編成で、 神戸線で運用されたが、昭和後は、今津線に移動した。千住継編成への編入後は、宝塚線で使用されていたが、1981年に千十二階回が、伊丹線に転属したのを皮切りに、四線での使用が主体になり、冷房化は実施されず、公用線での使用を最後に1984年3月に廃車された。線の前頭部が保存されている。 2019年7月7日より、人気絵本シリーズ、熊の学校とのコラボレーション企画、絵本トレイン、ジャッキー号が開始された。展開された、コラボ商品及び絵本には、ラッピングの対象となった線形ではなく、本形式が描かれた。キャラクターとのコラボ商品は、基本的に最新の車両が起用される中、引退して久しい車両の起用は初めてとなった。 abcdefghij 山口マスオ、阪急電車108ページ ab、A, B, 私鉄の車両後阪急電鉄120ページ abcde 市野原進む初代線0系シリーズの軌跡鉄道ファン2014年2月号115ページ日本の私鉄阪急1998年23ページ abcde 市野原進む初代線0系シリーズの軌跡 鉄道ファン2014年2月号、114ページ。ABCDEF 山口マ雄、阪急電車109ページ。レールロード、阪急線初代車両アルバム31裏、拍子裏。橋本正夫、阪急電車青春物語、創始者、208から209ページ。ABCDE 篠原進、む、初代線系シリーズの軌跡。 鉄道ファン2014年2月号、116ページ。私鉄の車両後半級電鉄129ページ。ABC の原進む、初代線0シリーズの奇跡、鉄道ファン2014年2月号、117ページ。a b c d 市の原進む、初代線0シリーズの奇跡、鉄道ファン2014年2月号、122ページ。絵本トレインジャッキー語運転イラストでも、 千十、系列ではなく、本形式特有の屋根形状となっている。ありがとうございます。